最後の弱気は5人の占い師がムーの未来を読むでございます。はい、未来を語るといえば占いでございます。そこでムーの今後を5人の5名の占い師に占ってもらいました。どんな弱気となる回答を出したのか、その結果を発表したいと思います。はい、ここで再びムー副編集長の宍戸さんに登場していただきましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、一体ムー時代の弱気になるのか、これでね、一体どんな結果になるのか、もちろんまだ聞かれてないですよね、どんな結果かは。そうですね。はい、じゃあここで発表しますんで、一体ね、どんな未来になるのか、ちょっと楽しみでございますけれども、はい。はい、誰の占いかはまずは伏せた状態で紹介していきたいと思います。うん、視聴者の皆さん、あの人じゃないかなと予想しながらご覧ください。はい、それでは最初の結果はこちらです。お、地底や海底を調査せよ、見えない世界の炎に要注目。さあ、どういうことなんだろうな。はい、塔とタロット占いというんですけれども、これは宍戸さん、はい、どんな占いなんですか。はい、塔とタロット占いっていうのはですね、あの20世紀最大の魔術師と言われているアレイスター・クローリーっていう人物がですね、まあ、魔術結社の黄金の夜明け団、こちらの競技と、まあ、自分の魔術知識を踏まえて作ったタロットカードでして、まあ、フリーダ・ハリスっていう方にあの絵柄を描かせてるんですけども、あのそれまでのタロットとは非常に違う感じの競技を入れてるのと、非常に難解なんですけども、 ある意味逆に正確なタロットということで知られております。はあ、はい、はい、この答えを導き出したのはこちらの方です。はい、魔術師、占い師として西洋水着思想を研究するヘイズ中村先生にアレイスタ・クローリーが作ったトートタロットで占っていただきました。はい、その結果はこちらです。はい、こちらをご覧ください。取材するべきテーマとしてシルクロード、中東、古代宗教、海外のオカルト映画の撮影現場が出ています。地底海底など見えない世界と炎もポイントみたいですね。またこんな鑑定結果もいただいております。皆さん、カードをご覧ください。女性のコートカード、過去王や王女など宮廷の人物を表すカードが多いので、女性の神秘家や霊能家、あるいはオカルト好きのアイドルなどとのコラボがおすすめとのことです。オカルト好きのアイドルいいじゃん。はい、また左下の3枚から判断すると、今年の9月に内部体制が大きく変わる可能性がある。え、今回の生配信イベントがターニングポイントとなり、月刊ムーだけでなく配信ムーが活気を帯びてくる可能性が高いとのことです。いかがでしたでしょうか。すごいな。どうですか、編集長、副編集長。この配信ムーはね、まさしくそっちの方にもうね、もう1年前を考えるともう状況がまるっきり違うぐらいに、はいはい、まあ、世の中も実際ね、そっちの方向ね、いろんな YouTuber とかありますけども、うん、もうまさしくって感じですね。確かにですね。これ内部体制が9月に大きく変わりそうっていうのは、これどういうことでしょうかね。これ人事的なものかな。人事的なものかな。大体9月はね、そういう時期なんです。まあ、結構もう第3クォーターっていう会社的だね。会社的には第3クォーターね。はい、まあ、オカルト好きのアイドル、あ、ね、いいんじゃないですか。言いますよね、ちょっとこことか、ね、確かにムーで結構その若いアイドルの子がね、最近結構いろんな方いますよ ね、 いらっしゃいますよね。あれなんですかね、事務所がもうゆるく、結構ね、昔はね、あの本人は OK でも事務所がちょっと変なイメージつくからやめてそうなんですか。ありますあります。モデルさんとかさ、結構、まあ、有名どころの女優さんもそうだけど、本人は結構ね、こうムー好きを公言してるんだけど、じゃあ取材をって言うとね、あれそれちょっとっていう。あ、そうありますよ。ディアステージは NG ないので、ディアステージは OK かお願いいたします。これはあの宍戸さん、はい、カードの今ね、タロットの結果出てましたけど、あれは宍戸さんもある程度は、あ、こういうことかなとかいうの分かるんですか。
まあ、そうですね、ある程度は分かるといえば分かるんですけど、でも詳しいことになると当然その読み解く力が必要になってきますので、さすがに僕はそこまでのものはないので、そこのカードからその答えを導き出すということになりますと、やはりまあ今回で言えば平次先生、ならでは の, あの見解ということになると思いますね。シルクロード、中東、古代宗教、海外オカルト映画の撮影現場、こちら何か当てはまるものとかありそうですか？まあね、海外取材なかなか今のご時世難しいですけどね、オカルト映画なんか対策でもなんかあるのかな、なんでのかな、海外のオカルト映画、日本ではないみたいです。今後あるかもしれないですね、はい、それでは次の占いを発表したいと思います、はい、お願いします。さあ、次の占いは2022年12月から2023年5月にかけて自由なチャレンジが扉を開く、西洋占星術ということなんですけども、宍戸さん、はい、こちらは西洋占星術はどんな占いなんでしょうか？はい、こちらは一番皆さんもご存知のポピュラーな占いだと、毎日の占いとかでも出てくると思うんですけども、まあ、その占う対象が生まれた時の太陽系の、まあ、天体の位置関係、これをですね、平面の盤の上に照らしましてですね、それで、そのあれを占うということになりまして、まあ、占星術が生まれた時って地動説の時代ですので、地球から見た天体の位置ということで見るようになってます。それをまあホロスコープというのに落として、それを解釈していく、と、そういう占いですね。おー、ありがとうございます。この答えを導き出したのはこちらの方です、うん、1970年代より西洋占星術の研究を開始し、奇門遁甲術などにも精通、2021年6月より日本占術協会会長も務めるエミール・シェラザード先生に西洋占星術で占っていただきました。すごいじゃないですか。その結果はこちらです。こちらをご覧ください。転機となる時期として2022年12月から来年5月にかけて、自由なチャレンジ精神がミラクルな扉を開くそうです。特に3月22日春分の日に不可抗力的に特異な発展を遂げる可能性があるとホロスコープが告げています。またこんな鑑定結果もいただいています。ムー創刊の日、ホロスコープを見ると太陽周辺に呪術つなぎで冥王星、金星、水星、天王星が並んでいます。特に太陽とわずか3度の角度で重なり合う冥王星が心の領域に大きな影響を及ぼしうるそうです、未知なるものを発掘し続けるというムーのミッションそのものですね。その結果が出ました。はい、すごい日に相関したんですねさあこれは来年、この12月から来年5月にかけてなんか扉が開くんですかね、奇跡の、はい、何ですかね、でなんか思い当たる節が全然ないんだけど、ね、何かないんですか、何だろう、来年に向けてというか、ね、そんなね、来年の計画なんて立ててないですからね。もう目の前の1ヶ月、2ヶ月先の台割のことしかね。そっかそっか、特に3月22日の春分の日、まあ、大体これ来年のでしょうね、第一クォーターの期末ね、期末というかそこで売り上げ立てないとか、何が開くんでしょうかね。この占星術 の,、あの 図というのかな、あれもやっぱよく見るホロスコープですね、はい、ホロスコープ、これはそうか、これどうですか、宍戸さん、宍戸さんはこの西洋占星術は、はい、でもよく見られてる、取材はされてるわけですよね。取材というかね、まあ、もちろん占い師さんとはエミール先生とももちろん今連載をしていただいてますし、お付き合いはあるんですけど、はい、僕自身はですね、すいません、ホロスコープ見ても何にも分かりません、分からない、すいません、はい、まあその先ほど言いました天体の位置関係、あと天体が象徴する意味がありますので、はい、それを読み解くことによって、まあ、こういう結果を導き出していただいたと思うんですけれども、だってもしかするともう今ね、言いましたように僕らは全然想像もつかないようなことがですね、はい、起きるのかなという気もしますし、はい、まあ、それがこれを見る限りいい方向に行くっていうふうに取れるのかなと思って、そうですね、いい方向って、はい、そういう意味では、まあこの3月22日の春分の日、ちょっと期待して待っていたいなっていう感じがしますよね。になるな、はい、
い、ありがとうございます。それでは次の占いを発表したいと思います。はい、次はこちらですね。東へ行け、財を円とすれば海を越えよう、メキシコに黄金が待ち受けている。すごい、黄金が待ち受けている。でもこれあれな、はい、シシドさん、陸人進化、はい、陸人進化ですね。こちらはですね、あの古代中国で誕生した、まあ、牧戦と言いまして、あの占い時の時間によって占う判断するという戦術の一つでして、もう滅びかけた戦術と言われてまして、あのこれに精通している人はですね、 あまりいません。ほとんどいないと言ってもいいと思います。で、まあ、1回から4回っていうのの、まあ、可視機によって吉凶の判断だけでなくって、過去現在未来の判断が手に取るように分かるということもあるということで、非常にまあ珍しい占いですね。はい、さあ、じゃあそんな陸神人化で占いでどんな結果出たんでしょうかね。はい、この答えを導き出したのはこちらの方です。天文戦術研究家、四柱推命、帰国駅、鬼門遁甲、手相人相、生命判断、インド天文戦術など東洋戦術を中心に研究する小野都伝先生に陸人進化占いで占っていただきました。おお、すごい、いろんなの占いをやっぱ研究されてるんですね。小野都伝さんはね、こういうふうに言い切りの断言する美学なんですよ。断言の美学。断言の美学。はい、その結果がこちらです。はい。いや、これ気になるな、メキシコの黄金。こちらをご覧ください。取材すべき方角はズバリ東。東へ向かえば危機を乗り越えるチャンス。海を越えてメキシコに黄金に直結するネタが待ち受けているそうです。小野先生によると、世の中に不必要だがないと困るムーに大チャンスが待っているんですね。またこんな鑑定結果もいただいています。ムーの未来を開く人物は蛇年生まれで高貴な家柄かもしれない。さらに2022年11月の記事の中に、この世をいい方向に動かす内容がある、しかしそれが認められるのは2023年の4月だと出ています。なんかいろいろ出てますよこれ。いや、これちょっと怖いなっての具体的です ね、 ね。いや、これ都電さん知らないはずなんだけど。え、何か、あ、いや、いや実はね、はい、まだ正式にこういろんな企画っていうのは固まってはいないんだけども、うん、はい、あのメキシコの観光のとある部署今いろいろこうやり取りしてて、あら、なんかいろんなムーでこうね、メキシコの超常現象だとか UFO とかの記事とか企画っていうのできないのかっていうのをね、今やり取りしてる最中なんですよ。え、すごい。で、そう、このね、メキシコっていう言葉がまさか出てくると思ってなかった。そうですよね、ピンポイントです。正直びっくりしました。はい、ほうほうほう。しかも危機を乗り越えるチャンス、行くしかないですね。僕が、あ、そうそうそう、行くんだ。メキシコ。でも黄金に直結するということで。あら。あのスペイン語勉強しとくなんだ。じゃあ、ブエノスディアス。お、いいですか。アディオス、アスタレイゴ。あ、すごい。すごいな。よそいみかに。お。これはもう行くしかないですね。メキシコ行くしかないですよ、もう。楽しみだな。あ、11月はい、記事注目。いや、でもね、本当に、ね、企画進んでてね、うん、まだどこにも発表とかいうのしてないんですけどね。すごい。そうか、11月の記事でこのように方向に動かす内容があるっていうのを、まあ、もし予言してるんですね。今のやり取りしてて、そのもし今記事が最短で掲載するとやっぱこのぐらいだよね。11月に12月号とかね、このあたりだね。お、あ、じゃあこれが記事を出しても認められないけど、認められるのが4月っていうことなんですよね。何だろうな、年内には認められる。なんか非常になんか気になるというか、思い当たる島っていうか、来年の4月にそれがすごい評価される。ムーすごいってなるってことですね。これいいですね、世の中に不必要だがないと困るムーっていう。そうですね、はい、ないとやっぱ寂しいしな。薬味みたいなもんだよな。ありがとうございます。紅生姜とかね。はい、はい、さあ続きましては、はい、それでは次の占いを発表したいと思います。あ、さあ、こちらですね。人が集まる場所へ行く、暗闇祭りを取材。暗闇祭り、暗闇祭り。その前にジオマンシーという占い戦術なんですけど、これは宍戸さんと、はい、
縄文史はですね、まあ、その名が表すようにジオっていう、土とかですね、大地っていう意味なんですけども、まあ、9世紀頃のアラビア半島で生まれたとされます。元は大地、棒で引っかいたりとかですね、線を引いたりとか、石を撒いたりとかですね、そういうことでシンボルを得て、占っていたんですけれども、まあ、それが中世のルネッサンス期なんかにヨーロッパにも来まして、ナポレオンなんかもですね、愛好していたという話があるという、そういう占いですね。この答えを導き出したのはこちらの方です、はい、幼少期より霊的な感受性が強く、複数の職業を経験しながらさまざまな西洋戦術を探求。2017年から仕事を占いに一本化し、ブランジュ・ルノマンカードの研究で第一人者となった赤魔道士ビジュー先生です。ブランジュ・ルノマンカードで占っていただきました。その結果はこちらです。あ、先生がちょうど、あ、違う、あ、好きです、飛ばしちゃってくはい、高橋キリア先生、高橋キリア先生、はいはい、え、ジオマンション、あ、はいはい、はい、失礼いたしました、大変失礼いたしました、はい、はい、違うのを読んでしまいました、はい、はい、占い師兼自動車作家でルノマンカードや、ジオマンシーカード占いのほか、占い師という職業やその役割をテーマとした著書も多い高橋キリア先生にアラビアンジオマンシーのカードで占っていただきました。はい、その結果はこちらです。こちらをご覧ください。はい、取材すべきテーマは左のカード、夜の人々、人が集まる場所、イベントを示唆しています、うん、夜の祭祀、隠されたお祭りがテーマとなりそうです。新しい人材のカードは、右のカード、夜の少女、内面が乙女で美的センスをある人との出会いがありそうですね、うん、またこんな鑑定結果もいただいております。コラボ相手として監獄、刑罰、金箔についてマニアックで詳しい人というカードも出ていたとのことです。なるほど、 SM? そうなんですかね。どれ、まま、金箔についてマニアック、いかがでしょうか。監獄、刑罰、金箔のマニアックっていうの、はい、SM とかね、いろんなこう、縛り師っていうんですか、お知り合いに、しかも夜の人々っていうことですからね。ほう、こう思い当たる節はありそうですか。思い当たる節というのは、のはい、はい、亀甲縛りとかね。でも亀甲縛りででも夜とか少女とか、ちょっと夜中に少女を亀甲縛りしてる SM、 これは絶対大丈夫なんですかね。それはおお、はい、内面が少女で隠されたお祭り、夜の祭り、なんか怪しいことしか演奏できないんだけど、隠された夜の祭り、これやばいことってこと、やばいですね、やばいこと、それは暗闇祭り、暗闇祭り、結果監獄に行くみたいな、どういういや犯罪少女犯罪、これなんかやばい香りしかしないの、ね、心当たりあったらまずいかなと思う。取材すべきテーマですもんね、はい、この人々は、はい、これがラッキーアイテム、ラッキー、いや、ラッ、まあ、ヒントとして夜の少女、はあ、テーマとしては夜の人々ということみたいですね、はい、はあ、まあ、そういうのに詳しい方とコラボ相手ってことなんだろうな、うん、いやでもジオマンシー面白いですね、なんかあんな感じのカードが出ますね。今までの占いとは全然違う結果が、はい、出ましたね。はい、ああ、じゃあそれではじゃあ最後の占いを先読んじゃいましたけれど大変失礼いたしました。最後の占いを発表したいと思います。はい、マッチョなスポーツ選手との大型コラボ企画が展開ということで、はい、こちらがグランジュルノルマンカード占いということですね。はい、はい、じゃあ宍戸さんすいません、はい、お願いします。はい、グランジュルノルマンカード占いというのはですね、まあ、1845年にフランスで発売された占い用のカードです。で、正式名称はグランジュ・ドゥ・マドマゼル・ルノルマンカードといいまして、伝説と占い師であるマドマゼル・ルノルマンのお弟子さんが作られたと
言われているカードであります。で1枚のカードに、まあ、いろんな神話や錬金術の一場面とかですね、セーザー・ラフェット、トランプなどいろんな象徴が入っていると、そういうフランス文化の象徴が散りばめられているというそういうカード占いになります。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。こちらの答えを導き出したのはこちらの方です。はい、はい、幼少期より霊的な感受性が強く、ね、複数の職業を経験しながらさまざまな西洋戦術を探求、2017年から仕事を占いに一本化し、グランジュ・ルノマンカードの研究で第一人者となった赤間同士美純先生です。グランジュ・ルノマンカードで占っていただきました。ちょうどあの先ほども、はい、来ていただいて。そうですよね。そうです、そうです、ね、赤間同士のいらっしゃいますよね。いらっしゃいますあの赤間同士気になるな。そうなんですあ、美女先生です。ありがとうございま す, あいますあのスプーン曲げもしていただいたんですけれども、はい、その結果はこちらでございます。はい、こちらをご覧ください、はい、コラボすべきパートナーはヘラクレスのようなマッチョ。ヘラクレスチームや団体と組むのも良さそうなので、スポーツチームや企業とのコラボがありそうですね、うん、カードには神や生贄を捧げる場面もあり、古来のレスリングのような種目がイメージできます。またこんな鑑定結果もいただいています。前職が専門職でイニシャル S の方、法律や薬学を専門分野に通じ真面目でルールを重んじる方が編集部の扉を叩くのではないか、このことです。へえ、いやすごい、だから編集部の方にも新たな、そうです ね, ね、人物が現れるし、真面目な方がコラボすべきパートナーとして、マッチョ、マッチョ、うん、まさにあの、マッチョもあの人しか、第一部にちょろっと出ていただいた、ね、プロレスラーの高橋ヒロムーンさん、ヒロムーン選手ですよね、これ、はい、いや、これはやっぱりヒロムさんヒロム選手がこれコラボもうすでにやってますけどね、やってますけどね、はい、うん、ヒロム選手がでもまたさらに無敵な躍進を遂げるというか、第2弾第3弾のコラボ企画をアガスティアのファミリーに行ったら言ってましたからこの、まあ、ちょっとヒロムさんもそう、でもあれですね、ムーとスポーツのつながりっていうのは結構あるんですか。スポーツね、まあ、スポーツ選手、アスリートの方ってね、やっぱりこうストイックだったりするんで、こうなんていうのかな、こう精神世界とかって結構親和性あるんですよね。はい、そうですね。特に格闘系の人なんか結構ね、大体こう超能力的なものとかね。確か橋本真也さんとか修行しに行ってましたよね。前田明さんも大好きですよね。確かに確かに。ああ。でそもそもね、アントニオ猪木大先生はね、国会議員になって国会の場で UFO について質問しましたからね。二度も。いや、すごいですね、やっぱ素晴らしいですよね、猪木さんってそうか、そうです、繋がりますね、やっぱあのザ・グレート・サスケさんとか、あ、サスケさんももう UFO 大好きですからね、はいはいはい、サスケさんも岩手県議会にね、議員になってあの議会で UFO についてどう思うかってね、なんかあったな、それ質問してましたもんねやっぱ好きなんですねでもちろん、まあ確かになぁ。さあ、この編集部に来るイニシャル S、うんうん、S 具体的ですね。法律薬学専門分野通じる法律か、うん、の S、 編集部さんの応募って結構あるんですか、毎年。いや、基本的に会社なんで、会社がねそういう募集、会社の、あとは中途採用とかビジネスパートナーとかね、まあその時その時って、まあ今のところはね、うん、感じですけど、まあ今後どうなるか分かんないですけどね。もし S の方が来たら S、ね、なんか さっきのなんか SM のなんかSM の S 専門職、そっちのなんか専門職の S、 実は法律は役がかそうか、これ以上やったら法に触れるとそうそう、ギリギリのまあね、こういう法律に詳しいでいいですよ ね、 なんかね、いや大事ですよね、そのあれですよ、結構ね、この間ほらプーチン大統領 あの顔写真をね、わら人形にくっつけて、あ、神社にこうわら人形を打ちつけて捕まってた人いますけどね、ニュースありましたね、あれは御神木を傷つけた、痛めたっていうから
捕まったけれども占い、あの呪うっていう行為自体は処罰できないですか。あら、そうか、器物破損的なそうそうそう罪に問われて呪うっていう行為自体は、まあ、もちろんね、あ面と向かってお前のことを呪ってるからなっていうふうにプレッシャー、ね、心理的な抑圧をかけるようなっていうのはそれは NG だけども、はいはいはい、ね、密かに呪ってる分にはそんな処罰できないですよ。なるほどな。呪いの自由っていう、呪いの自由、表現の自由ならぬ呪いの自由、呪いの自由まあでもそんな辺もね、その無的なことの、あこれ法に引っかかるんやみたいなことも大事大事です、大事ですよそうそう、やっぱ専門的な方がいないと。はい、はい、ということで以上で5名の占い師から言葉を頂戴しました。三上編集長、宍戸副編集長どうですか、気になる、特に気になるのはとかありましたでしょうか。多分メキシコかな、多分メキシコメキシコ、いやこれびっくりだね、なんかドキッとしちゃった、ね、一番ね可能性が高いというか、うん、あのリアルな感じですね、うん、編集部としてはあなるほどな、うんうん、メキシコにもねやっぱりね UFO 博物館みたいな、まあ、ちょっとこれ以上言うとね、いろいろ今後の企画のあれなんで、あちょっと言えないですけど言えないこといっぱいありますね宍戸、はい、さんいかがですか、はい、まあ、でもなんか、今年から来年にかけて、まあ、無的に、はい、まあ、いい方向に行くっていうような、占い結果が、ね、出てたので、それに関してはすごく嬉しいなと思いますね。単純に、まあ、いろんな記事を作るにしてもやりがいが出てくるかなという感じで思いますので、はい、まあ、それを励みに頑張って、まあ、来年の、4月頃に認められるっていうのは一体何だろうと思いながら記事を考えたいなと思いますね。はい、ということで占い師の先生方には実は もっとたくさんアドバイスいただいているそうなんですが、時間の都合で以上となってしまいますが、このアドバイスの続きはムーの新しいウェブで公開しますということで、あるんですか、新しいウェブがあると。はい、こちらの方で、先生方の占いの結果、の全体の方を公開され、しますので皆さんどうぞご期待ください。さあ三上編集長、ここで改めてお伺いしますが、ムーに夜明けは来ますか。夜明けが来るっていうことは今夜なんだねそっか、結構真昼のつもりでいたんだけどよ、そうですね